一番の梅さんから。頼むよ頼むよ。いいよいいよ。自分が思うんだもん。そうだそうだ。やめなさい。以上です。やめなさい本当に。解散解散。あいつ試合に負けて勝負に勝ったぞ。記憶に残る選手を目指したんだ。うん、素晴らしかったっすね。ただ、まあ、お前あのイケメンだったら何やっても許されると思うなよ。すげえ笑ったけど。あそこ担当なんでお前ちょっと悔しいみたいな顔してんだよ。わおあれいいなみたいな顔するんじゃねえよ。さあじゃあ2番手マス、センターつく、センター行ってください。やってやりますよ。あー頼むよ。あれなんだなんだあれなんだなんだ。終了。なるほど。まあ最初はどうなるかと思いましたが、こういう方法もまあありか。すごいですね。もう白井さんがただの箱みたいになってますね。いやちょっとね仲間がいるんでやっぱ使わなきゃなと思って、ね。お仲間。すいません。まあでも多分仲間だと本当に思ってる方があって靴脱いでたもんちゃんと。あ本当に。はい。でそんな隙ありました？え？あ脱いでました？脱いでた。あそうなんだ。すごい。失礼だけはないようにしました。ありがとうございます。はい。